はい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 はあのその吉沢あ幸男吉羽哲之助さんのですねあの、処刑射殺した現場に居合わせあのいられた小清水あれを正雄ですか正雄と元大尉がねそのより部下の吉沢哲之助を殺したこと射殺したことは間違いないとその事実は間違いないとしかし自分は現場にいなかったから私も少しだけあれしてね、はあ、あの本体からは離れたけれども結局逃亡をしょったじゃないですか。いやいや、ご主人さんの目の前であの腰水が射殺したわけですか。なんかそういうことされて、いや、それ当然前のことですけれども腰水さんだけやったじゃないですか。ただ命令で、あの腰水さんも軍の命令で、もう軍に、ね、命令されてしたわけですか。命令が入って結局軍にはもう行くとこれは何名進めたいというか何名おるということだで報告になっておるところですからな、あの生存者は何名。いや、だから命令によって射殺したわけです、うん、あと私は生殺したんですがね。それは誰が命令したって軍の、それは軍の方の何だと思う。それはこういう公式に命令されたもんですったら、うん、厚生省にはそういうふうに彼は射殺されたという軍のよって記録されてるわけですか。いや、ご主人さんの目の前でですね、ええ、あのその吉田さんの方はあの射殺されたわけですか。嫌だと思う。目の前ではないわけですか。あの清水さんだけじゃない。それはね、銃殺するには銃殺するような手続きを取ってあの処刑されたはずです。そうですか、うん、そしてその清水さんがあのその兵隊さんをね、はい、あの憎くって、はい、自分で殺されたっていうのは、いやいや、その憎くとかそういうことは別問題です、ね、はい、そうなんで、まあ、軍の結局その当時はまだ軍のことですけどね、命令によって命令によってされたわけです、はい、それはご清水さんは私らも生きて帰れるかどうかわからん状態だったですから、はい、それはそれですと、そのご清水さんが射殺されたのは何日かおられなかったわけですか。これ何分こういう山の中の、はい、あのもういつ玉砕になるか、はい、玉砕命令が出るかわからない状態になったところなんですからね、はいろいろ喋ったって私もなんですけども、まあ、私もいつからこの公民館で行事もやらないかんし、まあ、私はね、ご主人さん、あの独立公平36連隊のね、一員なわけですね。だから訪ねてきたらね、挨拶してどうだ、貴様来い、こちらへ。何を抜かしてやるの、来い、貴様、そういう、なぜ問いたいと。何するんだってね、同じ舞台におったの、もうちょっと挨拶したらどうだ。何するんだ俺はちゃんと飯持ってきてるじゃないですか。見えしたらんかな、原因若いのかね。何で前もってそういうことをして、このから来たらなんとか、紹介してこんかね。やめてください。悪党番しなさい。やめてください。悪党番しなさい。自分からしなさい。暴力だ。当たり前俺は手軽パニック訴えた。暴力なんかないの。お前らみたいになった暴力、来るんだ。超悪いんだ、この野郎。早く出して。百党番ましてあるから。まあ。よし、百党するなら。タクトーマン来るわ、待っとれ、待っとれ、まあ、やめ、暴力はやめてください。暴力はやめてくださいよ。写真を撮ってけよ。手続き写真撮ってるんだ。まあ、貴様は何だその態度。何だってお前の態度は。なんで殴らないかん。え、これ今言うんだっけ、なんでお前殴らないかん。やめてくださいよ、暴力は。態度は何だ貴様。態度は何だっけ、誰か分からんものに俺は守ってるじゃないか。名乗ってるってんだ。名乗ったって何だかわからないんですよ。誰もって名乗らないで順序踏んでお前さんは聞くも聞けないのではないか。偉したかわからないですよ。お前さんの基準全部出したほうがいいですよ。お前何人が知ってるかな。俺は奥崎県とって名乗ってるじゃないか。名乗ったって何だかそんなにそこにも悩むの時に腰水なら腰水って紹介を言ってください。昔のことを言うなら何言ってもしょう。100点もしなさい。違うから。俺ここへ来るのはやめよう。殴ることだけはやめなさい。殴らないんだよ、やめよう。
ね、何でそんなに辛いか、もう一度何だかの気が取ってるよ、これ見たらちょっと、助けてください。何をしてないの、何してないの、これこの人でこういうね、中の面がバッとこれ、誰かやめたの、何ですか、何もするのね、これ。何もしてないよ、お前。どこ殴ってくる、何殴ってくる。お前、ご卒業人の嫌がって。やめてるやろ、俺、手加減してるの分からんのか。手加減してるやろ。何殴った手加減してるやろ。何もしてないやろ、手加減。手加減してるやろ。何もしてないやろ。遅くやがってたんだから、ね、中身も俺は手加減してるやつだよ。何で加減、この人手加減が何だか何で加減されなきゃいけないことは得だろ。何で流れねえけんの、お前さんやめてくれと。おいやめろ、警察がやめろ、何俺が足もらえるじゃねえか。これだけ何前のことだわ、何だってそんなになったやろ。